上品だからさ、私結構転がされてるかもしれない。いやいやいや、そんなことないですよ。今で言うキャリアウーマンってやつ。いや、ちょっと今で言うじゃなくて、昔からキャリアウーマン。あ、そうなんだ。あ、今の言葉じゃないキャリアウーマン。もうね、20でしょ、あの頃はね、なんかね、今よりも何十キロも痩せていて可愛かったんだよね。そう、めっちゃね、客先行くじゃん、客先行くと、あの打ち合わせ終わって帰るじゃない、と客先にいる女の子から電話かかってきて、いや、さっき大変だったんですよ、さっきの方何さんですか、彼氏いるんですかね、とかってすごい聞かれる。マジで、マジマジです。そんな時代もありました。見たい、その当時の子は、ね、いや、でもたまにフェイスブックとかに昔の写真とか、うそ、2枚ぐらいしかない、2、3枚しかないから、なんでもっと撮らなかったんだから。あのね、私ね、自分すごく細工だと思ってたから、たどっていけば見える、たどっていけば見れる、でも写真は本当にいいだから、もう全然写らないようにしてたっていうか、遠巻きに写るようにしてた。あー、ほとんど顔がわからないような。はい、なんかね、回線が落ち着いてなかったみたいで、出だしのね、ケーキの部分とかが配信されてなかったみたい。うちのユースその問題だね、多分ね、こっちは回線になってるけど、っていうかさ、それで多分おめでとうがなかったなと思う。そっか、じゃあもうね、言っていい、奈々ちゃんはね、ろうそくに火をつけようと思っても何度も何度もつけたのにつかなくて、とうとうライターが燃えました。ぶっ壊した。ライターマジガチでぶっ壊した。ガチで燃えてます、ライターが。なんか動かなくて、動かなくて、プラスチックの部分がね、くっついちゃった。ごめんなさい。あ、はい、私の頭が切れてます。おー、上がって上がって上がって、はいはいはい、上がって。私がもうちょっと姿勢を悪く、こういう感じすれば入るけど、きつい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 、ずっとこのままはきついね。奈々ちゃん、誕生日を迎えて、箸がないんだ。箸、すいません、箸お願いします。ありがとうございます。はい、箸来た。ナンセさんのお誕生日おめでとう。ありがとう。ありがとう。奈々ちゃんも立派な大人になりました。なんかもうね、20歳の時からもう年取りたくないって思って、なんかまでやってきたけど、嬉しいね、でも誕生日って、ね、もうね、誕生日って、ね、私49なんだけど、49の誕生日も嬉しかったよ。やっぱね、30代ぐらいの、20代、30代までは、そこの垣根を越えたくないって思ってたけど、もう40代入っちゃうと、もうどうでもいいじゃんって思って、だから多分、奈々ちゃんもきっと今、奈々ちゃんもきっと22から、なんかこう、いきなり49まで行くと思う。そのうちね、あ、まだね、30代の自分がまだ想像できない。もうね、20代、30代変わんない。で、30代、40代も変わらない。何が変わるかっていうと、ただ年取っただけ。頭の中は、多分私の場合は17、18から変わってない。あ、やっぱそういうもんなんだ。だから、結局17、18の時に子供っぽい人は大人になっても子供っぽいし、あ、私17、18の時は結構、まあ、こうちょっと暗い話だけど、子供の頃にいじめられてたので、すごいなんか大人っぽい考え方をしていて、でも自分を守るっていう意識がすごく強くて、それは今でも変わらないから、多分もうそこの三つ子の魂100までっていうのはさ、3歳までにできた性格っていうのは変わらないよって、100歳まで変わらないっていうのと一緒で、まあ、多少は変わると思うんだ、周りの影響でね、だけどやっぱ高校出るぐらいの時の感覚っていうのは、そこから先変わらないと思う。変わってないでしょ、だって高校ぐらいから何も変わってない、なんかもっとね、23の自分ってもっとね、大人だと思うね。大丈夫、見た目も変わんないから、そのうち見た目だけはどんどん大人になっていくから。なんかそれは遡っていって、自分の想像する今の年って、もっとね、本当にお姉さんっていう、あのね、なんだろう、なんとなく言いたいことは、あのね、見た目で言うと、今バラエティとかでよく出てるマギー、マギーちゃんとか、分かんないな。まあ、そういうなんか結構ハーフっぽい、本当なんかお姉さんって感じの、っていうのをうちはね、想像してた自分が、
大人になったらこんなになるんだろうなっていうの残念ながらそれはちょっとね、ななちゃんはななちゃんのままなんか何にも変わらないままなんか年だけ食ってってみたいな。あ、ね、でもね、それはね、ほんとそう、うん、ゆっこちゃんだって私知り合ったのがもう、10年近く前だよね。私が30代の時だもん。だって2004年とか2004年34歳の時だよ。だけど、だ10年だね、10年だけど全然変わってない、ある意味。そうだよね、全く変わらない。ちょっとよ、近くで見るとちょっとやっぱり年だったかなって思うけど、ね、ちょっと遠目に見ると全然変わってない。あの私は変わったけどね、あの頃に比べたら痩せたから。痩せたね。もっとパンパンだ、89キロとかその90キロ近かった。多分90キロ近かったと思う、うん、85キロから体重計乗ってなくって、それよりも服が入らなくなってた頃にゆうこちゃんに会ってるから、多分90キロぐらいだと思う、衣装塗ったもん、よなよな。あ、その時は、その時は75キロぐらいのね。マジで。そうそうそう、私のうちにね、ボディっていうのがあって、要塞する時のあの、こうあの体ね、首が長くて、そうそうそう、マネキンみたいなのがあって、それボディって言うんだけど、7号しかなくって、ドラミちゃんのサイズいくつって言ったら100、100、100って言うから、まあね、実際測った時は90、90、90ぐらいだったんだけど、いやまあ、もうぶっちゃけ100、100、100でいいですっつって、そう、それでもう本当にメジャーでタオルを巻いて100センチにして、100センチにしてって言って、それで衣装を作ったの。そう。でその衣装がその後に天むすのあけみちゃんが、まあ、ちょっと緩いんだけど着てくれて、うん、あ、その後もしかしたらまた新しくね、今度入った子が、ね、着るかもしれないしね。よかったね、ゆうこちゃん無駄にならなかったね。デブしか入ってこない。でもデブって言いながらもある意味私と違ってね、みんな愛嬌あるんですよ、うん、そうだよ。私はね、なんか、すごい嫌なデブだったの。自分で言うのもなんだけど、うん、あのデブで可愛い子っているじゃないですか、あの柳原からの、あ、そう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 、そんな感じの可愛い子いるじゃないですか、うんうんうん、私は太ったらただのデブなんですよ、うん、あの目も細くなっちゃうし、だけど太ってると愛嬌があって可愛い子っているじゃないですか、うんうん、で今太ってる人でいるのは、はい、奈々ちゃん、ちっきょさんが来ました。あ、ちっきょさん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。一緒ないよ。ちっきょさん、はじめまして。はじめましてね。何回待ってるよ。いつ？常連さん。あの、期月でこの間待ってるよ。そうだったっけ？期月行ったの？うん、期月。じゃあ、いるはず。行ったよ。山ちゃんの奥さん。山ちゃんの奥さん。あ、あの、ちょっと細くて綺麗な、目のパッチリした綺麗なお姉さん。ちょっと綺麗になってない。ちょっと目がパッチリした綺麗なお姉さん。あ、ちょっとの測るところでね、怖いね。いや、待って、ちきよさんが PC で新しいのを使ってたが、設定が分からなかったから入れなかった。そうだよね。あ、そうなんだ。日本酒飲んだ。ヤマちゃんにやらせればいいのに。ヤマちゃん、お仕事じゃない、まだ。そっか、今日は。でも、いらっしゃいませ。ねえ、千代吉と一緒に来てくれればよかったんだりね。ねえ、ほんとよ。待ってたのに。千代吉、また会いたいよ。ゆっこちゃん22の時何ですよ。大学生。お、あ、そうなんだ。うんうん、何の、法政大学。え、じゃあ何の、何の、何か学部。あ、に、文学部、日本文学科。あ、その割には日本語にとるよね。ひどいよね。法政大学ってとこにあるの。法政だ。法政だ。うん、あの、市街にあって。市街、はい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 。うちギリじゃないや、うちのおじさんは法政の出身ですよ。うーん、私は中学の時大好きだった先輩が、うん、法政第二校、あ、法政二校だっけ、男子校行って、うんうん、で私法政女子に行きたかったの、高校、うんうん、だから私立はダメだ、金がない。私立なんだ、うん、あそこになんかお化けみたいにいる人はあれだからね、慶応大学法学部だからね。法学部、法学だからね、あの人頭いいんだよ実は。なんで、そうなんだ。邦楽やんなかったの、ね、邦楽ってなんか今邦楽って言うとさ、音楽、日本の音楽だよね、邦楽。あ、邦楽ね。邦楽ね、そっちね。邦楽部って、うん、なんで法律系なんだにさ、弁護士になんなかったんだろうってね。みんな言う、ね、うん、みんな言うの、ね、弁護士系の曲作ればよかったんだり。いるじゃんね、なんかリアルな、なんか裁判のあれをなんかラップにして歌ってる人とかね。面白いね。だって前に見に、まあ、ゆうこちゃんに誘われて見に行った、うん、小
ネタをそのまま歌にしてる。そうそう、いるよね、そういう人ね。カズネみたいな感じ。わかんない。お、ナルセさんが、うん、なんかゆりさん、元気なさそうですね。食べてるから。ちっきょさんは、鬼月のお会いしましたよ。ほらほらほら酔っ払ってた。トラミさんみたいに酔っ払ってる記憶がない。酔っ払ってないけど、ちっきょさんっていう名前が分かんなかった。え、みんな顔でだよね。うん、ね、特にランさんのあれ行くとね、もう名前より顔だよね。そうそう、顔は知ってるけど、ちっきょさんって、で今つながったから、もう大丈夫です。うん、頭にインプットされました。うん、それまでは、もう分かんなかった。名前と顔が。会った時に、多分どれだか分かんない。分かんない、ね、また会ったら。うんうん、すごいね、3人でもくもく食ってるからね。飲んで食って、飲んで食って。早くなんか食べろ。誰かが話せよって感じだよ。初めて食うなよ。初めて食べたんだけど。でも食べ終わってから食べてよ。え、今喋ったから食べたんだけど。今がチャンスだと。ね、それまでずっと私一人で喋ってたじゃん。これ、なやちゃん、今日の料理また紹介したら。本当だよね。もう半分食べちゃいましたけど。これ、ドラミちゃんからの差し入れ。あのイオンの、うん、あの見えてる、いや安く、ここのソーセージとポテトは、うん、品川シーサイドのイオンで、もうここの、うん、ちょっと残ってるこのタルタルが乗ってるやつは、うん、池上のイオン、うん、イカの唐揚げも池上のイオン。全部イオングループ。で、飲み物も池上のイオン、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。今日もね、ゆっこちゃんが手作りで持ってきてくれた。今日も今日も前回も味なんだっけ。前回もね、うん、なんかきんぴらとかいろいろ持ってきてくれた。そうだっけ、うん、大根の皮で作ったきんぴらって。いろいろ作ってくれたんだよ。ドラムちゃん、若年中放送じゃないよ。もうね、だからね、毎日いろんな情報が入りすぎてすぐ忘れちゃうの。なんか私が作ったことは忘れちゃうんだよ。いや、ただゆっこちゃんの料理が、あの実験じゃないことが分かった。ええじゃんから。まあいいや。あのね、本当に長野に遊びに、長野にお家があるんですけど、そこにね、ゆっこちゃん遊びに来てくれた時に作った料理は、うん、ちょっと実験的な要素が多くって、一回だけね。そう、一回だけだけど作ってくれたのが、一回、まあ大変と言われちゃうんだね。まあそう。だけど、あのほら、他の人が作ってくれたのもあったから、ただゆっこちゃんがその時言った一言がすごく印象的だったんですよ。なんか実験的な料理を作って、でこれ誰が食べ、あ、なんでこんな風なの作るのって言ったら、ゆこちゃんが、いいじゃん、今日食べてくれる人いっぱいいるんだから。要は実験的な料理でもなんとか食べてくれる人がいっぱいいるから、いろいろ試したい。あー、なるほど、うん、いや、あのね、だからゆこちゃんが本当に料理が上手って思ったのが、つい最近なの、こんなに付き合い長いのに。それまではゆこちゃんはこうチャレンジャーな料理しか作んない人だと思ったの。まあその1回しか料理を食べてなかったから。その1回で永遠と言われてんだよ。私1回の後食べてなかったからね。印象深かったんだよ、うん、だけどゆこちゃんと遊びに、あの最近ほらゆこちゃんは一人暮らしをしているところに私時々お邪魔するんだけど、その時に食べさせてもらった料理が美味しかったので、うん、あ、ゆこちゃんって料理上手なんだ。そこでなんか確認みたいな。確認だってそれ間がだってないんだもん、料理を食べる機会が。ヘグがない。だってこのサムゲタンもゆっこさんで。そう。鳥丸ごたえてたんだよね。うん、鳥がね、丸ごたえてて、そう、姿で入ってるのに、後で私があの写真を撮ったので、そこに、あの、なかちゃんの顔をつけようかなと思って。つけられるそうです。ちょっとね、2、3日かかるかもしれないけど、で、それを、ナナちゃんに、あの、Facebook のプロフィール写真どうですかぐらいの気持ち。もしかしたら今月だけやってくれるかもしれないけどね。大丈夫限定で、その期間だけはそれダウンロードし放題みたいなね。いや、ほんとね、めっちゃうまいですよ、これ。初めて食べたサムゲタン。サムゲタン。美味しいよね。うん、韓国で食べたんだけど、うん、それよりもやっぱ美味しいっていうのは、うん、やっぱ日本人の口に合う料理を作るなっていう。さあさあ、まださらにいっぱいあるんだよね、今日ね。いっぱいあるよ。ケーキも今日ゆっこさん作ってくれました。ね、さっきろうそくに火つかなかったけど、ろうそくもゆっこちゃん買ってきました。あ、ほんと、あ、そうだよね。買わなきゃないもんね。ありがとうございます。そう。
何歳か分かんなかったらとりあえず数字だけ持ってきた数字だけ持ってきたそしたらニトさんがあってよかったね、うん、もうずっと22だっつってんのに23になっちゃいました今日だこれからはずっと23です、うん、またそうなっちゃうよね、うん、さあちっきょさんが、はい、オフ会の写真ナオさんに肩を抱かれてるのがちっきょです笑うナオさんそんなことしたので、ナルセさんがゆきこさんのお稲荷さん美味しかったよお稲荷さんあのね、四谷三丁目劇場でやってる時の、うん、第3週は、うん、話し家さんがね、うん、絡んでくれて、うん、あの林家六平さんと話し家さんが絡んでくれて、うん、で、まあ大喜利と、うん、あと寄席でね、だからその話し家さんがやってくれる時はちゃんとあの話し家さんの寄席をやってもらったんですよ。幕の内って出るじゃないですか。いや幕の内じゃないよ、スケロク。スケロクか。うん、でそういうお弁当が必ず出るんですよ。そうなんだ。あの落語を聞くときって、もしくはあの買ってくださいみたいな感じなんだろうけど。うん、スケロクっていうのはもともと落語の話の中にスケロクの話があるんですけど、うん、それにちなんで、お稲荷さんと何だっけ、なんかお赤飯じゃないよ、あお赤飯も元は出したのはそうだけど、うん、元はそのお稲荷さんとなんか忘れたけど、うん、出てくるやつを、うんね、それをゆこちゃんがやりたいって言って、うん、そう、うん、カンピョン巻きとかキュウリ巻きで、ゆこちゃんが毎回あの第3週だけ限定で料理を、うん、作ってきて、お弁当出してくれたんですよ。へそれが30食、うん、でお稲荷さんも美味しかったし、すごいね。あとお赤飯は私食べてない、実は、うん、もらって帰ったんだけど、だんだん全部食べちゃった。ああで、あともう一個なんだっけ、さっきのおにぎりだ、おにぎりもだんだん食べちゃった。だんだん食べちゃった。おにぎりは、うん、不安の方がね、すぐれちゃんってね、天むすにいる若い女の子がいるんだけど、その子の、うん、お客さんが、うん、そういうの出してるんだったら、よかったら僕の作ってるお米使ってくださいって言ってね。へぇー、提供してくれたんだ。新米を。それが美味しかったので、塩結びにして。うんうんうん。ね、混ぜご飯がもったいないと思って、ね、うん、もう本当に美味しいお米だったので、うん、塩結びでいいって言って、塩結びと、あとちょっとしたおかずを入れてね、お客さんに配って。本当に12月だったから、あの林家運平さんとか私とかは、うん、クリスマスにちなんだご飯がいいんじゃないかみたいなね、うんうんうん、なんかあの 色をこんな色になるように、うん、チキン入れたらいいんじゃないかとかいろいろ言ったんだけど、うん、結局そのお米がすごく美味しかったんですね、うん、だからもう本当に塩でいいみたいな。で私今美味しかったのでね、今私の口で一つも入ってないけど、実は旦那が食べちゃいました。さらにね、あと三上くんがね、ケンタッキー、そう、ああそうそうそう、三上くんほら持ってきなさい。今ねレンジの中入ってて、じゃあちょっと始めます。持ってきなさい。まだね、食べる前にチンした方がいいねって言って。で、ナルセさんがお赤飯美味しかったよ、おにぎりもできましたね。全部美味しかったんだ。いや、ご飯美味しかったよ。いいな。お稲荷さん食べたかったね。お稲荷さん、お稲荷さん俺大好きだ。お稲荷さんは私ね、自分でね、あの2個入ってて、その日って集客が、まあ、少なかったんですよ、自分に、うん、だから2パックか3パックぐらい持って帰って、うん、旦那酢飯食べないので、お稲荷さんはそのまま残ってて、私が食べました。ちっきょさんが料理ができるってすごいね、憧れます。え、作ってないの、ちっきょさん。ちっきょさんほとんど山ちゃんなのかな。あ、そうなんだ。もしかしたらね、ちっきょさんの手料理だったことうまい。ね、食べたことないじゃん、ね、うん、多分料理はできるんだよ、ちっきょさん、うんうん、そうだよね。じゃあ多分男にやらせてるって素晴らしいと思う、うん、そこ、うん、素晴らしい、ね、男を育ててるんだと思う。そういう意味で言うと、うちの旦那も少し育ったよ。あ、そう、うん、最初ね、なんか料理作って出してきた時に、うん、食べたらこれ無理って思ったの、うん、本当に無理だったけど、本当に無理だった。本当に無理で、仕方ないから私が手を加えて味を変えて食べたんだけど、うん、最近は食べられるものをたまに作ってるの。で、だけどこの間ね、ある日帰ったら旦那がこれさ、煮込みね、普通に、うん、あのモツの煮込みなんだけど、うん、煮込みを作ってて、うん、なんかね、味がちょっと違うんだよって言われて、うん、で、味見してみたら、うん、なんかもしかして煮込みってね、私のイメージは、
味噌と、まあ、だしは入れるかもしれないけど、味噌と生姜っていうのはベース、うん、あーそこは基本だね、うん、なのに、なんか違う味が入ってるからこれ無理って言ったら、うん、何入れたのって聞いたらニンニクも入れてたの。あだからもう煮込みの味ではなくて、なんか違うものの味なの。味噌、ニンニク、生姜、意外と合わないんだよ。ちっきょさんが、うちは山ちゃんがセーフで、私はただののんべえですって来ました。ありがとうございます。いいな、はい、そういう男の人は募集募集なんだ募集なんだ。でもゆっこちゃん結構そう言いながらさ作っちゃうんだよ多分。でも作っちゃうと男を育てられないんだよ。うん、そうだね。そうなんですよ。やっちゃうともうやんなくなっちゃう、ね。やんなくなっちゃうからね。だからね、あのダメ、ダメをダメンズウォーカー。ああ、あ男をダメにしちゃうんだ。そうそう。そっちのタイプ。ね、ダメンズなんで確かに。そう。あのね、あのダメにしちゃうんじゃなくて、ダメな男は結構好きなの。そっちなんだ。あ、私がいなきゃダメみたいなタイプなんだ。そう。だから自分で何でもできる人は意外と剣が。いや、そんなことない。じゃあ南くんいいじゃん。そばにいてあげなきゃ何もできなくなっちゃうから。やだそういう男。でもやだって言いながら、なんかゆっこちゃんの周りでなんかいるの、そういうの多いじゃん。え、でもそういうの多かったとしても私は好きじゃない。逆にできてもできないみたいな方がいいの。本当にできない方がいいの、どっちなの。本当にできないのはダメだけど、うん、あのえでも何もできない方が良くない。できるんだりできなくなっていく方が嫌じゃない。あ、それは嫌だね。嫌だな。ゆっこちゃんね、世話焼きだから多分相手の方がすごくできて、やられたらちょっとイラっとくるとか。逆にダメなんだ。何でもかんでもやられちゃう。もしかしたら超完璧で、例えば料理とか超完璧でもう私何もしなくていいぐらい美味しいものを前に食べさせてもらったら幸せになるかもね。任せるよ。で、それブクブクするかもしれないしね。あ、なるせいさんね、自分で料理やりますよ、だって、うん、へだからダメかも。ダメなのか。ゆこちゃんは、ゆこちゃん意外と世話焼きだから、できる人ない方がいいよ。だ俺料理できるけど実験だから、俺の料理はね、基本的に実験だから、こうそばにいてなんか、あ、これあるじゃない、こうじゃないってやるのは好きだよ。あ、そういう方がいいんじゃない、一緒にね。なんか助けなきゃだけど、やるってるけど助けなきゃの方がいいんじゃない。私はなんか実験って言いながら、実は頭の中でこれとこれを合わせたらこういう味になるっていうのが想像できちゃうので。あ、でもそんな想像を超えたものを作ってみて。だから俺想像なく想像なくとりあえず入れてみよう入れてみよう。だからここの親分とゆっこちゃんは想像を超えたものを作る人です。でもちゃんと味見しながらちゃんと足すよ。あ、でもそれ言ったらそうだよ。だから私も想像しながらって。だってナナちゃん味見しないで足して作った味見しないで出すかんね。それ怖いな。だからしょっぱいって言って、え、嘘っつって食べてからびっくりしてるから。それはね、それはね、死因はしたらあのここの親分と一緒。なんか大体こんなもんだろうなって死因は作るときに想像して入れるけど、基本失敗少ないのよ。なんかレシピ、チキンペーパー出したけど、レシピとかでよくさ適量って書いてあるじゃん。あ、はいはい、その適量がち分かんない。どのくらいで適量なのかが分かんなくて。適量はだから好みによってっていうことだよね、うん、だ塩の量とかで適量ってあんまないよね。なので多分適量なんてのは一つまみだと思う、うん、あ、そうなの。大体はそう。結構入れちゃう。適量って書いてある。だから適量って書いてあったらあの、でもあれ、フータンさんのところのさシェフうまかったよね、料理。めっちゃうまいよ。ね、うまいよね、あの人。一回、この間行ったけど。でも、ここだけの話、全国発信だけど、うん、あれだった、あのローストビーフは山ちゃんのが美味しかった。山ちゃん食べてみなしたら。山ちゃんのめっちゃ美味しいよね。いや、あそこでローストビーフを、うん、あの一人前に出してもらって食べたの、うん、それめっちゃうまかったんだよね。もう美味しかったよ。美味しかったけど、うん、でもなんか、山ちゃんが美味しいよね。山ちゃんの味があれはあれで美味しい。山ちゃん来た時に持ってきたやつ、うん、あれ美味しかったけど、いや、あれは、あ、そっか、うん、あれ美味しかったけど、あっちの方は、あれはローストビーフっていうか私の中では焼き豚に近い作り方。あーでもそうかも、うん、あ、言われてみればそうかもしれない、うん、だからあ、そうか、私も焼き豚とかは自分で作るので、うん、しかも炊飯器で作るんだよ。炊飯器で作ると火の入れすぎがなくていいの。柔らかくて美味しい。
そのままの温度でずっと。奈々ちゃん、襲われよ。襲われる？襲われる？襲われる？襲っていい？襲っていい？うちもそっちだと思って襲われる。襲われよ。料理を。違う、襲われる。二人して襲い出すんじゃない？お互いで。いや、でも私はあんま料理普段しないので。でもあれだよね、ゆっこちゃんとかさ、来てここにね、料理作ったりとかしてくれたらね、うんうん、番組のたんびにね。だ番組の中で今後はもしかすると、じゃあ一緒に料理をやる？あ、料理番組やれば、そうコーナーとして。あんね、天むすなんかダイビーツをやってた時に、うん、あの、1回か2回だけ、チュルーチュ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 っていうあの、サクッキンを作って、ゆっこちゃんがだし巻き卵をできたーっていう、できたの途中が全部割愛されてる感じの。あのね、ホットプレート出してさ、あ、でも IH もあんもんね、うちね。IH 持ってきて、ね、やればいいんだよね。IH はゆこちゃん持ってるよね。IH 用の鍋はないけどね。鍋持ってる、鍋も持ってる。鍋があれば IH。いや、鍋持ってくればいいよ、ここに。でも、あるものでやった方がいいよね。そうだよ。ね、それまで持ってくるとね、買ったねえもんね。じゃあ、奈々ちゃんの誕生日プレゼント、私が IH を買えばいい。山ちゃんが作るのが美味しいのはチャーシューらしいです。やっぱチャーシューでしょ、うん、で、その次はいちごジャムって来て、あのいちご。いちごジャム食べてない。うちもいちごジャム作ったのあるよ、ちゃんと冷蔵庫にね。山ちゃんが作ったの、うん、うちが作ったの、うん、私手作り。大丈夫多分大丈夫だと思う。中華傷んでない。どうだろうね。え、ジャムは一応ね、砂糖いっぱい入れたから、うん、大丈夫だとは思うけど。じゃあ次回バニラアイスクリームを買ってきて、そこにジャムを乗せて食べる。ヨーグルトか。美味しいね。寒いからヨーグルトがいいかもね。ヨーグルトも好き、うん、あ、これにさ、ヨーグルト半分ぐらいさ、バニラアイスクリーム入れて。上品だね。そう、かっこよくね。かっこいいねえ。形から入りますよ、私。形から。うちはもう見た目より味の人だから。そこでも見た目よりやつなんだけど、トマトのさ、実は、うん、私は見た目よりやつで、うん、私はとりあえず、私はなんかこっち、うん、はい、あ、これね。まあ、久々にチキン食べると美味しいね、ケンタって。ね、今日チキンばっかりだよね。本当だね。でもチキンは一応ね、牛とかよりはヘルシーでしょ。チキンどうなんだろう。あ、でもあれか、ささみとか。ささみはダイエット食品だよね。そうだよね。でもね、ダイエット食品だからささみをお皿にいっぱい食べた方がいいって、うん、まあ見てないと思うから言っちゃうけど、うん、今ちょっと太っちゃって。ささみだけじゃないでしょ、食べてんの。分かる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 でしょ。分かんないけど、だってこういう、なんだろう、このぐらいのお皿にささみがね、なんかね、10個ぐらい乗ってんだよ。あの、ヘルシーですとかってそれ10個ぐらい食べてんだよ。あ、ささみだけ食べててもダメなんだ。いや、ダメでしょ。ささみをたくさん食べてる。いや、普通牛とかお肉食べたいけど、牛食べるよりはささみの方がちょっといいですよ。カロリーは低いけど、でも牛肉っていうのはダイエットに必要の栄養素を持ってるらしいの。だから油の少ない部分を食べるのはいいらしいよ。今うちらすごいよ、ブロッコリーヘルシー料理ばっかだよね。ブロッコリー異常なもの食ってるよ。ちょっとだけ告知っぽくなっちゃうけど、今度出してもらうイベントがあって、そこにね、あ、ダメだ、酔っ払って名前が出てこないけど、ブロッコリーの歌を歌ってる人がいるんですよ。へぇ、うん、イリキさん、なんだっけ、頭が出てこない、なんとかイリキさんっていう人がいて、イリキ、うん、なんかラブワゴンのテーマソングを歌ってた人で、うん、アイノリ、そう、へ、歌ってた人で、うん、ミックイリキさんが次回出るライブに私も出させていただくんですが、うん、その人が前にまあ、サッペさんっていう人がいて、サッペさん の、うん、FM に行った時にちょうどその人来てて、で聞いたらブロッコリーの歌を歌ってるんです。で、みんなお客さんにブロッコリー持ってきてもらって、歌うときブロッコリー持ってきてもらって、っていう話をしたの。それ聞いたときに、私もなんかそういう野菜の歌、なんかさ、安い野菜だったらいいじゃん、みんな持ってきてくれんじゃん、人参持ってきてくださいとかさ。ブロッコリー高いじゃん。ブロッコリーはでも、海外物だったら100円で買えるから。え、そうなんだ。100円であるよ、あるから。野菜の歌作ろうか。ね。
だけど、だからとりあえず今ネギいいね。初ネミくんになっちゃうね。あの、あ、そうか。あ、ネギ、そうだね。じゃあ違うのがいいな。初ネドラミとかして。あの、要は知り合いが結構野菜の歌を歌ってる人がいるので、そこと被らない野菜がいいよね。何がいいかな。人参。人参は、人参はまだ被ってないじゃない。一本でも、人参。あ、音が違う。一本で、人参。違う違う。ごめん、私、田原俊彦さんの歌を歌っちゃった。あ、そうなんだ、知らない。人参、人参、日本で、人参、人参。そんな歌するの？あ、なるぞなんだ、玉ねぎって。玉ねぎを持ったんだよね。玉ねぎ持ってきてるね、みんな。あ、ごぼうって言うじゃん、ちっこさん。ごぼうにしよう、ごぼう。ごぼう？ごぼう？だってごぼうってね、すごいね、あのダイエットにもいいし、あのね、ダイエット以外の本当に体の体調の悪い人が食べるとき食べる根菜としては最高なんですよ。天才野菜って言ったらさ、もやしじゃない。あでももやしありそうだよね。あ、そう、あもやしもんとかコラボしちゃうもやしもんか。ねえ、どうだろうね、野菜。じゃあ一番はごぼう。一番、いや、ごぼうはやっぱラストでしょ。一番はじゃあ今の玉ねぎから始まって、うん、2番もやし、3番ごぼうみたいなね。あで、内容は栄養素並べるだけみたいなね。何も芸がなくて、全部栄養素並べるだけ。その野菜の紹介みたいな。そうで、しかも、もし効能があったら効能をちょっとサビでいい。プレゼントで曲作った。なんか出てくるよ。何？いいより喋ってて。なんか誕生日プレゼント？ヤルセンさんがね、繊維質。繊維質？セロリ？玉ねぎ？玉ねぎは、血液がサラサラになるんだよ。そうね。血液サラサラってやつあったじゃんね。知らない。あれはガッタガタだ。知らない。ヤルセンさん、酔っ払ってる？まだ。あ、でも、ほんと、玉ねぎは血液がサラサラになる。何これ喋ってて。いや、歌って。いや、歌わないよ。歌なの？いやいや、曲作ったんだよ。誕生日プレゼントに。あのさ、口内炎っていう歌詞をさ、口内炎ね。あの、奈々ちゃんがこれで曲を作ってくださいって言って、口内炎っていう曲、ただ、あの、私歌えないのよ。あら、そう、え、そうなの？あの、キーがこのこうフルなので、ね、結構、うん、私ちょっと歌えないのでメロディーは入れてる。え？マイクどこにあるの？マイクここ、上天井。聞こえるかな？聞こえてますか？字幕が欲しいでしょ、もうね、字幕欲しいよね、聞こえないからね。椎名林檎さんっぽいなって思った、うん、これもそう思った、うん、で、これね、でも椎名林檎じゃなくて、うん、あのクールファイブにしたいんですよ、私の中では。クールファイブ。あのね、あのもうやもうやもうやとかってところあるじゃないですか、後ろでね、あの マイクで、そう、テープ室が3人ぐらいで後ろで、あの、もうやもうやもうや
の後のだから椎名林檎のところのコーラスタイルすればいいわけじゃん。取れることなくとかっていうところの、うん、ところで後ろでもうや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 ってんの面白いでしょ。それをやりたいんですよ私の中では。やろうよライブで。だゆっこちゃんが作った今のオケでとりあえず一回、うんうん、でもこのあのオケだとちょっと足りないので、うん、アレンジャーに、うん、なんだけどその前に一回披露をしようよ。その時にコーラス隊でもうやもうやもうや取れることなくってところでもうや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 って喋って、絶対面白いと思うんだよね。ダメ、いやだから面白いね、面白いと思う。あのならフューチャリングテムス、テムス3人とかさ、2人とかさ、ね、このコーナー A はね、色っぽく歌ってもらえたらいいかなみたいな、うん、うん、色っぽく歌えたらいいよ、うんね、うん、絶対面白いと思って、ね、思ったからね、奈々ちゃんの歌えるのかって今ちょっと思った。いや、歌える歌える、もう奈々ちゃんも23になったんだから、うん、大人になったからね、大人のエロさが出る、ね、大人のエロさ、ずっと22歳したのはやっと何年目かで23歳になったんですよ、今日23歳になったので、これからしばらく23歳だと思うけど、大人の女になりましたよ奈々ちゃんも。まあこんな曲でどうでしょう、うん、すごいすごいね、誕生日プレゼントです、ありがとうございます。かっこいいよ、でもいいよね、誕生日プレゼント曲ってすごいね、うん、あのね、ゆうこちゃんが昔ね、ある女の子に送った誕生日プレゼントが面白い歌があって私歌いたいんだけど、あの歌詞がね作れないんだよね、うんうん、募集したかな今度曲は、歌詞曲はあるけど知らないって感じなの。私の名前はゴンザレスコズエですとか言って入社してきた新入社員って歌があって、それはすごい面白いんだけど、なんかねゴンザレスコズエじゃないからさ、実際歌ってる人はゴンザレスコズエ、いや実際歌うのはゆこちゃん。え、まあ、あの誕生の人物の誕生日プレゼントであげたのゴンザレスコズエ、ゴンザレスコズエっていうのがいたんですよ、新入社員で、うん、うん、しかもあのコージーコーナーの新入社員ですよ。で、私の名前は普通だったらね、普通だったらよ、あの名字を言う、あのなんとかコズエですって言うじゃん、なんとかコズエですとかって言うじゃん、なのに私だったら川瀬ゆく子です、よろしくお願いいたしますって言うのに、うん、私の名前はゴンザレス個性ですって言ったの。あ、でもそれさ川瀬ゆく子と一緒じゃん、芸名だから。あ、じゃあ本名を言うよ、じゃあ私山田敦子だけど、普通だったらさ山田敦子ですって言うじゃん、うん、なのにゴンザレス個性ですって言ったの、うん、あの芸人でもないのに。だから、うん、びっくりでしょ。そうだね、で店長さんがごめん、あの私には手に負えないので、あのお願いしていいですかって言って私が教育係になったわけですよ。で1週間面倒見てその子をね、うん、そして覚えたことがあのハサミの使い方、はあ、ハサミの渡し方でしょ。あのハサミをね、あの人に渡す時にね、人に渡す時にね、歯を向けちゃいけない、そう歯を向けてはいけませんって教えたの。それお母さんに教わなかったって言ったら、うん、って言うから。そう、あとなんかあの1時間2時間ぐらいかな、なんかトイレ行って出てこないから、うん、あの何やってるのって言ったら、あのなんていうの、 トイレでシャチホコポーズ撮ってました。2時間も何それ、え何って言ったら、便秘なんでちょっとポーズを撮って、でもなかなか出ないんですよ、うんちがっていうの。って思うでしょ、こっち仕事忙しいのに。もう客が並んでどうしようもないから、もう本当に猫の手も借りたいのに、なんで2時間もトイレ行って社長方向ポーズを撮ってるから、その歌詞の中にもそれが入ってる。しかもトイレに行く間さ、ちゃんと給料が発生してるんだ。そういうことですよ。で、あのそれ以外にもちゃんと休憩は取るじゃない。そうだね。お前何やってんだよって話じゃないわけですか。で、あのクレームが来てお客様からね、うん、これはちょっとどうなのっていう話で、でしかも私の報告書でハサミの渡し方を1週間で覚えるっていうのもどうなのと、大丈夫なのこの子みたいな。で、私がねほろっと冗談で、あなた面白いから吉本行っちゃいなよって言ったら、本当に行っちゃったんですよ。大阪
期なんだよね。そうそうそう、うん、で結局あのダメで戻ってきちゃったんだけど、お笑いは中途半端で終わってきちゃ、あの戻ってきちゃったんだけど、うん、でその時に誕生日プレゼントであげた曲があって、あのそのヤンマの武器とまさかそれをあの取ってあると思わなかったの。あ、そうあのね、声優として活動してた時に、なんかライブっていうか、まあ、そば屋でやったライブに来てくれたんですよ、ある時。あ、まあ、ずっと来てくれたの。で来てくれた中である時に引っ越しをしました、結婚して引っ越ししました。その時にこんなのが出てきましたって封筒ごと持ってきたのが、ゆこちゃんが誕生日にプレゼントした、その私の名前はゴンザレスコズエですって言ったね、行って入社してきた新入社員ってゆこちゃんが歌ってんだよ。マジで、マジで。当時はあの CD っていうのが作れなかったので、カセットテープで、カセットテープで私が歌ったやつをはいプレゼントに取ってあげたと思ったので、それはね結構いい曲なのよ。へでも私ね本当ね、いろんな人にね曲をあげてるわけですよ、誕生日プレゼントで。さあちっきょさんが、うん、ハサミ使い方ってシャチホコなんで下剤買ってあげなさいって。今だったらいい下剤あるけどね。でも本当面倒見ましたよ、その新入社員は、うん、だってお弁当をお母さんが作ってくれないんですって言うから、うん、私本当お弁当作ってあげて500円で、優しい、でも500円とか500円とか材料費はね、そうだよね、材料費は取りましたけど、うん、でも本当自分のお弁当を作るのと一緒じゃん、一人も二人も作るのは一緒だから、うんうんうん、じゃあ作るよって言って作ってあげてた時があって、うん、でもあの彼女もね料理上手だからね今ね、うん、今はね、うん、あの上手になりましたよ。当時はお弁当差し入れにね、うん、なんかいろいろ作ってきてくれてね、でも本当なんかこう常識が分かんないような感じの子だった。でもそれで 今でもつながってるってすごいね。そうなんだ、ね、シャチホコで1人で2時間かかって、そうそうそう、だからあの面倒を見たからかな私は。やっぱさっきの話に戻ってあれなんだね、何かしなきゃっていう子が好きなんだね。ダメンズウォーカー、そうだね、だからできちゃう人は意外と普通に付き合ってて、うん、あのお友達で終了で、ダメな人に手間をかけちゃう。あ、そうじゃん。言ってない、ユミさんじゃん。私だからいるんじゃん、私のそばに。いや、逆でしょ。あれそう。じゃあ、その次に多分、ナナちゃんが常にそばにいるかもしれない。そうね、10年後でも。いや、でも、ナナちゃんは、あの、なんだろう。多分、だから、ユッコちゃんの周りにいる人間の中では、うん、ちゃんとしてると思う。嘘。ヨコちゃんの周りにいるダメな人って本当にね、人としてどうよって言うダメな人もいる。いや、あの悪い意味で言ってないよ。あの、なんだろう、キャラクターとしてはすごくいい人で、本人はすごくいい人なんだけど、ただ、人としてどうよっていう動きをする人が結構いるわけですよ。ヨコちゃんの周りね。結構集まってくるよね、そういう人ね。なんでだろう。ね、ダメな方かなんだよ。あれかな、うちのおじいちゃんが坊さんだからさ、ひいおじいちゃんだけど、うん、だからなんかそういう困ってる人が寄ってきちゃうのかな、うん、そういうこと分かんない。さあ、南瀬さんがいいな、ゆきこさんのお弁当、ちっきょさん、お弁当優しいですねって。優しいよね、優しいよね、お金取っててもね。だったら南瀬さん、500円で買ってこいよって話やん。あ、そう、まあ、確かに。でも買うお弁当よりはさ、ね、お金取られてもさ、愛情こもったね、お弁当の方が嬉しい、ね、愛情こもってないの、こもってないかもしんないけど、自分のお弁当作ったついでに作ってた。でも愛情があるから今でも社長子とつながってる。あ、そういうことだよね。社長子はね、なんかね、やばいね、今だったら賛成を殺しそうだってね、大人ったい、ね、いいことじゃなくて、それでイメージがちゃんとあって忘れられないでしょ。でも忘れられない子だったもん、私、あの新入社員の中で、ね、いや、あの彼女は引きこ、なんかこう人によってこう、うん、受け取り方が違って、私なんかは結構仲良くさせてもらってるんだけど、うん、苦手な人は苦手なんだよね、相手が、うん、本人はあんまり空気読まないから、うん、全然誰でも平気なんだけど、相手は、うん、だからその
なんだろう、ゆっこちゃんとか私はそういうキャラなんだって受け止めちゃうから別に平気なんだけど、うん、それがダメな人もいる。そうなんだ、うん、だから難しいよね、ある意味ね。キャラクターが濃い人を見かけない人っているじゃん。濃い、うんうんうん、まあそういう感じ。なんか薄いキャラクター薄いキャラ、お友達はすごく、ね、仲良くしてもらってる人多いんですけどね。その人でもさ、新入社員で入ってきた時はもう何もしてない普通の一般人。そうですよ。でなんでゴンザレスなの？意味わかんないんだけど、あだ名でちょっとゴリラに似てるって言われて、つけられてたのね、うん、ゴリラに似てるって言われて、なんかまあ多分ね、いじめられてたのかもしれないけど本人気づかず、自分はゴンザレス個性って言われてたんですよ。だからもうそれがちょっと気に入ってって、でももしかしたらいじめられてたんじゃないかなと。あ、でもいじめられてたらいじめられてたんですよ。でも本人気づいてないところもあるわけですよ。うん、いじめられてたのはいじめられてたって本人言ってた。いや、それは後から気づいたんだろうなって。あ、そっか、後かな。あ、思い返してみたら、そうそう、っていうか、いや、気づいてみたら、私もそうだけど、私も似たところがあるけど、うん、ごめんね、あの時いじめてって言っています。ただゆっこちゃんと話した時にゆっこちゃんがいじめられたって話と私がいじめられた話の違うところでゆっこちゃん結構応酬してるの。何が？あなたの娘さんが私をいじめてますってお母さんに電話したとかって。あ、そう、あ、それはまあやったよね、小学校の時にね、うん、小学校の時だよ、すごくね。さすがゆっこちゃんだよ。いやいやいや、本当に私のことをいじめてきた女の子がいて、でこれ奈々さんなんだよ。あ、え、嘘、やった、うん、ありがとう。で、いじめてきた女の子がいたから、お母さんに電話しただけよ。なんかいじめられて泣きながら家に帰ると親からお前が泣くからいじめられるんだってすごい怒られて、だから私親に言えないからさ。いや、っていうか私言ってないけど泣いて帰ると怒られるの。怒られるの。私泣いて帰んないもん。私ね、なんかね、いつも泣いてた、小学校の頃。4年生ぐらいまで。本当にいじめられた。多分ね、弱かったんだと思うよ、ドラちゃん。ね、お勉強できたんですよ。だからじゃない、だからじゃない。ねえ、そうだよ。で、小学校5年の時に転機があって、うん、今仲良くしてる男の子がいるんだけど、まあ、さっちゃんね、いるんだけど、彼が、周りからけしかけられて、うん、あ、まだと戦えみたいにやられてたんだけど、休み時間が終わってた。そしたら、まあ、休み時間終わって先生叱られるから帰るぞっつって連れてかれたの。私はもう絶対負けたくないから、なんか帰るのかよとかつって言って、私は先生の方に負けないぞみたいな感じで、もうすごい頑張ってた時があって、で彼が帰っちゃったから私の中では勝ったと思ったの。喧嘩してないんだけどね。なんかそこからちょっと強くなって泣かなくなった。小学校で。だから彼はなんか話の中でよく誰かの子供がいじめられてるんで、いじめられた経験があったらちょっと聞きたいって話があった時にその本に言ったんだけど、うん、あんまり本当言いたくない。いじめてた側にもいたから言いたくない。で小学校の時ってそうだよね。俺もいじめられてた。小学校卒業式出てないからね。で校長先生とかが家まで来てさ、なんかあれしたけど、それでも行かないで、中学も入学式行かなかったら、同じマンションの先輩がこの間の今お世話になってる元禄の先輩なんだけども、協賛ついてくれてる人なんだけど、その人があったから普通に今度は逆にいじめられなくなっちゃった。そしたらだんだんと中学校2年生ぐらいからバイク乗るようになっちゃう、悪い方向に行っちゃった。でもね、きっかけって絶対あって、 でもその友達いじめたって認識がある友達もいじめられてたの、男の子からは。うん、俺もや。でその子がやっぱりなんかなんだろう、いじめられた経験があるから人に優しくなれる。あ、人の空気を読んで立ち回れるっていうのは、だからある意味感謝してるって話をしてて、でも私もそれはあるの。やっぱ自分がいじめる側だったら絶対読めない空気だし、いじめられてたからどうしたらいじめられないかなってすごい考えて動いてるから、だからでもそれが分かっちゃう相手にとっては鼻につく
思うのね、うん、だから大人になって嫌われる相手っていうのは大体そういう人なの。私がなんか変に立ち回るからそれが気に食わない。でも確かに昔地面したやつ、俺やっぱ地元だから合うんだよね、うん、何年かだけど、うん、会った時にやっぱ今はすごいいいやつだもんね、うん、あの時はいじめられっ子だったけど、でもそういうやつに限って自分で会社やってんだよね、うん、なぜか、で私なんか同窓会でいじめちゃう相手と会った時に、うん、それっていうか、まあ、乗っていいやつだよなって言うから、うん、いやいやいいやつって言うけど、お前私のこといじめたいでしょって言うと本人覚えてないんですね。そうなんだ、覚えてない、全然覚えてないの。っていうか、ゆっこちゃんのケーキすごい美味しいよ、これ。本当？やばい。カスタードクリームかけんじゃないの、これ。いや、俺、蒸しパンがすごい好きなの。うん。これめっちゃ美味しい。カスタードがかかるよ、これ。マジカスタードある。いや、十分美味しいでしょ、これ。すごいふわふわ。結構いろんな人の手作りケーキ食べてきたけど、これ美味しい。カスタードやばい。これ、スプーンとかあるのかな。中がさ、中がめっちゃ美味しいの、これ、ケーキ割っての。やっぱりね、こちらの。あ、入ってる。メインゲが入ってるからね。すごい美味しい。あ、これ会社のスプーンと一緒で私が愛用してるやつ。マジで？マジで。はい。あの、カスタードとココア。あ、ココア。あ、ココア、そうだ。あ、もう食べちゃったよ。食べちゃったの？美味しい、これ。これあんまりケーキ食べない人だからね。あ、そうなんだ。これは美味しい。これコーヒーね。美味しい。はい、カスタード。カスタード。基本的に俺の周りの女ってみんなケーキとかお菓子作るの得意な人。そうなんだ。でも美味しいこれ。ありがとうございます。ね、美味しいって言ってくれるとね、また作りたくなる。なんでお菓子を作れるの、すごいね。ね。そこ。お菓子作れない。あ。でもゆっこちゃんの作ってくるものってさ、俺結構味にうるさいけどね、美味しいよね。なんか味覚にちょうどいい味なんだよね。実験とか言ってる割にはね。じゃあ売れるから実験したい。こういうのは多分すごい分量通りに作る。ああ、そうなんだ。ああ、結構ちゃんと。これでも美味しいよ、ケーキすごい。中がめっちゃ美味しいよね。よし。これやばい。これなんか毎日あったら俺喜んで食べるよ。これは美味しい。いいね、誕生日ケーキこんな美味しいっていいね。そこらで売ってんのに手作りで美味しいっていいよね、一番ね。今度シュークリームとか作ってもらおうぜ。シュークリームってでもね、一番難しいんだよ。そうだよね、難しいよね。私一番失敗するのがね、あのなんだっけ、マカロン。ああ、マカロンはね、あのちっちゃいやつか、うん、あれね、卵白つーっと乗って そう無理だな、結構ね、大変だよ。奈々ちゃんだって地味な作業ダメだから、こう泡立てきてこうやるとか、機械ないのとか言うからね。でしょ、ドラミちゃんそこだよね。持ってるよ、持ってるって、だからできるんだよ。あ、でも逆にこうやりたい人だ。あれじゃない、さっき見せたブレンダーのさ、ガー、そう、あれできるね。私これやってて、なんか気持ち悪くなったことある。なんで疲れて、まあ子供の頃ね。機械だからさ、あの楽なんだよ。機械じゃなくて、これでやったとき。泡立て機泡立て機はちょっとチャット行こうか、はい、終わっちゃったね。ちっきょさんが、昔の親ってそうですよね。我が家は嫌なことされたら100倍にして返しなさいって教育でしたよ。あー、すごいね。で、成瀬さん、自分は昔はいじめられっ子だった。今は怖いものはない。ちっきょさん、いじめられてても気がつかない人生です。どんくさくて。あ、一緒だ。成瀬さん、誕生日に作ってほしいな。食べたい。だって、誕生日いつだかわかんない。いや、でもケーキ美味しいよ。ね、うまいよね。やったー。いくらで売れるかなって。いや、全然。だってお店で出せそうだもんね。カスタード美味しい。カスタード美味しいって舐めてますからね、ドラミちゃん。子供のように。よかった。これも作ったからね、うん、私ね、カスタードって言うと子供の頃に一回作って美味しくって、うん、もう一回作ろうと思ったら、うちの親があのバニラエッセンスを置いてたのがなくなってて、うん、なかったので、バニラエッセンスない状態でカスタードクリームを作ってみたら、うん、あれ臭いんだよね。めっちゃ臭いの、卵って。うん、だからすごいまずかった、まずかったっていうか、本当に臭くって食べられなかった。風味のないカスタードクリーム、うん、だから結局カスタードクリーム、卵だけで本当に
のバニラエッセンスとか入れないと、うん、結構卵臭いのよマジで。そうなんだ。そう、そんなの子供の頃わかんないじゃん。あ、なるせさんが5月30日です。遠いな。あ、5月30日、私、日本にいないかも。日本にいないんだ。うん、あ、そうか、そういう先生の。うん。一周期がある。え、それマジ、マジな話、はい、マジな話。あ、そうなの。私も行けたら行く。すごい、なんか遠回しな断り方だなって思って。違う違う、遠回しな断り方。マジな話。リアルで行っちゃう。うんうん、だって、ね、藤木総研先生の一周期なの。すごくおしゃれだった先生。え、日本じゃないとこでやるの。韓国で。韓国。あ、じゃあ、チェジュか。チェジュか。チェジュ。チェジュ。ゼロ戦に乗った人で生き残った人なんですけど、特攻隊の出身なので、で韓国人も当時は日本人だから、戦死してる方がいて、その人たちのお骨を、韓国に持ってったってことで、じゃあまだなんだよ。全部じゃないんだ。持っていこうとしてて亡くなっちゃったの。え、全部じゃないんだ。一部持ってったんじゃないの。持ってない。全然持ってってないの。うん、か、藤木総研先生っていうのは感想学もやってて、昔はティートマンもレギュラーで、人の顔にこうマジックで描いたっていうおじいちゃんがいるわけです。ああ、分かった、うん、あの先生が知り合いで。そう、すごいね。で、ジェームスの曲も何曲か書いてるわけですよ。へぇ、私とゆこちゃんが歌わせてもらってるのがあって、うん、で、先生が、藤木先生が作詞で私が作曲っていう曲が何曲かあって、1月8日にね、この前なんだっけ、ああ沖縄っていうのをね、1月9日か8日9日からジョイサウンドで歌えるよ。はいはい、それもあったりとか、まあ、藤木先生との曲があって、すごい可愛がってもらったんですよ、孫のように、東京のおじいちゃんと呼ばせていただいてて、で、その藤木先生は本当に私のことを孫、本当に孫がいなかった、だから、お前は孫だって言ってくれて、行くたびに交通費っていうか、お小遣いお年玉じゃないけど、そのお小遣いのうちの半分を1回だけもらったことがあって。そうなんだ。はい、でも、フォーデスの方っていうのは、なんだろう、ゆっこちゃんをすごい可愛がってて、彼のベージュのお祝いのイベントがあった時に一緒に行ったんだけど、終わった後、ゆっこちゃんが先に帰ったのね、で、私だけ残ったの。そしたら、言われたのは、あなたもそうだけど、ゆうこちゃんもね、あなたも人に騙されやすいので気をつけなきゃダメだよって、人が良すぎてよく騙されるから気をつけなきゃダメだよってすごい言われて、そうアドバイスを、アドバイスはそれが、で、会うたびに私子供が3人ぐらいいるでしょって言われたいや、いないですよ会うたびに子供3人ぐらいいるでしょっていないですからって毎回それから挨拶のように子供が3人そう、理想に見えるんだって。で、子供3人ぐらいでしょ。もうなんか子供みたいな人間はいっぱいいるんですよ、その周りは。だから要は仲良くしてもらっていながら若い子とかっていっぱいいるから、子供みたいな人はいっぱいいますよ。だから本当に子供、自分が産んでたら子供だろうなっていうぐらいの年のね。奈々ちゃんもそうじゃん。そういう人ちゃんもね、23だから。そうだね。でもうちのお母さんってそんな変わんないよ。そんなに変わん。お母さん何歳？そうだよね。うち一番上が今年成人式だったから、なの俺の子供みたいなもんだ。ああ、そうだわ。ね、お母さん、お前が成人式だ。じゃあ一緒だ。だんだんと一緒だ。そう、うちの長男が成人式。そう、今年成人式。ここで被ってるけど、平成6年。ナナちゃんの母さんとうちの旦那が同い年。だった。だったじゃない、過去形です。です。そうなんだ。奈々ちゃんのお母さんとうちの旦那が同い年。トラビス。娘だっておかしくないな。おかしくない、おかしくない。全然だってさっき年。じゃあもう今度から奈々ちゃんそう言えばいいじゃん。ママはドラミちゃんです。はい。え、違う、ママはゆこちゃん。あ、違う、お父さん。パパは私ですみたいな。パパなんだ。いや、ママだよ。パパだよ。だって本当に二人で、ゆこちゃんと二人で、埼玉テレビ、テレタマの収録会で来た時に、出てた女の子たち、女の子とか男の子とかいるんだけど、大体親が、お母さんがゆっこちゃんと同じぐらい、お父さんが私と同じぐらいっていうね、結構いて、パパだよ、ママだよみたいな感じでやってたよね、ね、お母さん、あの時はなんだ、
41ぐらいだったかな。まあ40近いから、そうぐらいね。41歳です、お母さんは、みたいな、うん。お父さんは45歳です、みたいな。あそうだよね、うん。っていうような人と一緒にライブをやっていたの。だから、もう本当にステージ立った瞬間に渋谷でしょ、うん、で、お客さん見るでしょ、お客さん見たときに、うん、すいませんね、ちょっとなんか間違いなとこ行っちゃってみたいな。恥ずかしいでしょ、皆さん。もう本当に台本書いてやった、1回目で台本書いてやったんだけど、うん、その時に、うん、なんだろう、間違いなところっていうか、この若者の街渋谷に私たちが来てしまって歌わせてもらって幸せですみたいな、そういう MC をやりましたから最初。若者の街渋谷ね、そこに若者は歌ってる、そのお父さんお母さん世代がね、ヴィンテージアイドルとして出てきちゃいましたみたいなね。いいじゃん、ヴィンテージアイドルね。ね、本当にもうつけてくれた人はありがとうだ、ね、ありがとうだし、今今度ね、ちょっとちびっと告知っぽいんだけど、うん、今度出るライブがあって、うん、まあおいおいフェイスブックとかでも告知させてもらうと思うんですけど、そのライブっていうのが、まあ、いろんなテレビに出てたりとかメジャーデビューしてる有名な人がいっぱい出るライブに、うん、もうほんと持ち時間5分しかないんだけど出させていただくんですよ、うん、それがその主催者と知り合ったのはそのヴィンテージアイドルですってやってた頃に知り合った人から直接連絡があって、ドラムさん出ませんかって言ってもらったので行くんですが、そこでメインで来る中に、うん、まあ、サッペさんっていうね、うんうん、ゆうこちゃんのイベントで MC やった、もう超すごい MC の人がいるんですけど、その人の知り合いで、FM 川崎に出て、お客さんじゃないや、お客さんじゃない、ゲストで出たミック・イリキさんとか、うん、ミック・イリキさん、さっきちょっと聞いたら知らないって言ってたけど、ラブワゴン、アイノリ、うん、のなんかテーマソングとか、ブロッコリーの歌を歌ってるんですけど、その人が、まあ、メインゲストに出る日もあり、なんか今ちょっと漫画のタイトルが出てこないんですけど、すごい有名な漫画を描いた人、ドキュメンキングナイト、違う、それだったら私会いたいんだけど、そうじゃなくて、違うの、今ちょっと出かかったのよ、どうぞ、マイチンマチコ先生、あ、マイチンマチコ先生だの描いた人、じゃあ奈々ちゃんとか世代で知らないよ、知らないと思うけど、マチコ先生を書いた人が、まあ、初回第1回目出るんですよ、すごい、ね、その時に出させていただくので、まあ、もしお暇な人がいましたら、すごい有名な人が出るからチケット代高いんですけど、まず場所を教えなきゃ、場所は六本木モーグ、あーモーグだ、うん、モーグだ、で、2月23日かな、初回は、ちょっと本当にフェイスブックとかで告知させていただくので、もしお暇な人、いい箱だよね、綺麗で、ね、なんか行きまーすうん、ゆうこちゃんに釣られてくるね、ナルシさん来てね、そうね、ナルシさん、まあ、それ以外ももしお暇がありましたら、ちょっと有名な人が、プチ有名な人がいっぱい出てくるところで私5分しか出ないんですけど、もし来ていただけると嬉しいです。23で月曜日、うん、もう本当平日ばっかりなんですよ、6回もレギュラーで、関東にいないな、いれば行きたいな、うん、いるとき来て、毎回すごい有名な人が来るみたいなので、でその6回分、もう私はレギュラーで出ますって言ってしまったので、全部告知します。あ、じゃあもう毎月、モーグで出るか、はい、出ます。あれ、漫画家さん、マイチン、あ、そう、マイチンマチコ先生の、何やるの、わかんない。漫画家なのに。もしかしたらトークかもしれないし、何でもいいんですって。あ、そうなんだ。私のもらった5分は歌じゃなくて、例えばお笑いみたいなことやってもいいって言われたので、うんうんうん、もしかしたら、毎回歌じゃなくて、もしテンプスの中のね、うん、まあ、ちょっと私の中では、ゆこちゃんのイベントで、関西彦の良かれと思ってで、前説をやった時の、すぐるちゃんやった前説、面白かったんですよ。彼女が本を書いてくれて。で、彼女がもし暇がある、あれば、そう、お笑いもちょっとやりたいなっていうのがあったりとか。やっていいと思いますよ。うん、で、全然もうスケジュール的には、もう毎月1回行って、曜日決まってないので、うん、でも日にちはでも決まってるんですよ、全部、うん、なのでそれ告知させていただいて、成瀬さんが何時からですか、行くようにします、スタートは6時ぐらいだったかな、
ただ出る時間はちょっと私自分が仕事が終わってから行くので、うん、あのまあ5分の枠だし、ちょっと遅めの時間にしてもらうようにお願いをしようと思ってるんですよ、うん、まあ、出る時間7時とか8時とかね、うん、ぐらいしてもらおうと思ってるので、それはまたこう決まったら告知していきます。はい、で、まあ、チケット代がとにかく今までにない3500円という高いチケット代です。なので私は集客ができないっていう自信のなさで5分枠でいいですってやってるので、もしいっぱい来てくれたら、じゃあこの時は余裕があるからやっちゃおうかなって言って10分とかね最大で20分なんですよ。20分枠はチケット20枚売らなきゃいけないんですよ。きつい、売れない。すごいよね、平日で。そんな予約なこと言っちゃダメだよ。そうだよ、大丈夫大丈夫。ゆっこちゃんがいるから、ママがいるから、ママが、次ママがいるから。そっか、そうするとその20分の中でゆっこちゃん5分くらい使うね。いいよ、別に私出なくったって大丈夫。あのチーママにゆっこちゃんとホスト役の三上くんっていう。ああ、そっか、ホスト、三上くんもチケット1枚買ってもらってね、ありがとう1枚なんて言わず10枚買ってくれるから三上くんは。ほんと、マジっすか、3万5000円ですけど大丈夫ですか。だからもう20分取っちゃいますよ三上のために、三上のためにトークしてあげる。三上のために20分枠取っちゃいますよ。こういう感じで歌ってくる。いや違う違う、自分が出るんだよ。そっちだ。そうなの。だってチケット20枚買ったら自分出るでしょ。違うでしょ。違うでしょ。違うんだ。だってそんだけドラミちゃん愛しちゃってんだから。ありがとうございます。なんか全然顔が違うって。ありがとう。ほら、成瀬さんもドラミちゃんなら平気です。自分も藤沢から行きます。おお。ありがとう。毎回行くかって来てるよ。毎回来てね。あ、じゃあ出席もつけないとね。出席もあ、じゃあさ、全部出席したら何かくれる？あ、全部出席したら、ほら、ランさんのお祝いイベントあるじゃん。やるじゃん。多分10月ね。10月に。あ、それご紹介。その時に、わかった。なんか、ドラミ割り。ドラミ割り、あ、ドラミちゃん割引ってやつ。割引か、もしかしたら招待。おぉ。まあ、チケット代だって、成瀬さん、藤沢からさ、毎日来るんですよ、六本木。すごいよね、藤沢って結構遠くない？でも四ツ谷の方ももっと遠かったから大丈夫だよ。あ、そう、四ツ谷の方がでも出やすいんじゃないっけ、あれ。あ、ヘビーなんかなんか出て、あ、車か。あ、そうか、車だったらそうかも、うん、遠いかも。電車だって意外とあっち側って新宿方面って出やすいんだよ、うん、確か藤沢から。そっかそっか、うん、でもまあ、本当に来てくださったら嬉しいです。うん、本当だよね。うん、でね、もしかしても自分も行くよ、うん、成瀬さん、はい、ありがとうございます、ね、あと、なんか出演者もまだ募集してるみたいなんですよね。奈々ちゃん出てくればいいじゃん。1分1枚でしょ、お客さん。お客さんっていうか、枠が。そうそうそう、ノルマが1分じゃ歌えないよね。1分は無理だな、ワンコーラス。いや、1分じゃなくて、5分が最低なの。5分でチケットノルマが5枚。5枚でしょ、うん、5分だよ、1曲。なんか話したらもう終わっちゃうじゃん、曲始まる。そうだよね、うち MC して終わっちゃう。でも、もしあれだったら、一回来てもらって、うん、うん、誕生日プレゼントチケットをあげるよ。そう。だから一回来て、ありがとうございます。したら、うん、ほら、そこの出演者とかさ、つながったら何かあるかもしれない。うん、ああ、うん。だから、じゃあ、私からみのちゃんの誕生日プレゼントチケット。じゃああれだね、サスキロスメンバーみんなにさ、チケット強制売りして、うん、林とかそうだとかさ。よろしくお願いします。月曜日っていうのはちょっとね、あれかもしれないけど、毎回月曜日じゃないから、違うどこかの日曜とかさ、うん、土曜とかね、日曜、土日はない、土日はない。そうなんだ、うん、だから土日はないのが多分、うん、そうすると招待ぐらいかな、もっと高いんじゃないの。だから土日にしちゃうと、もっとチケット代高くなっちゃうから、土日ないんですね。ね、本当はね、うん、土日の方が、うん、今年の川瀬ゆき子の良かれと思っては、うん、土曜日か日曜日。あ、そうなんだ、うん、いつ。10月の吉日吉日っていうと、ちょっとまだ10月ね、連休のとこは僕らキングオブタトゥーがあるから、だから多分3連休全部使っちゃうからね。今ちょっと思ったのが、キングオブタトゥーで紹介した先生はどういう話になりましたって聞きたかったけど、それは後で。あ、フリーズしてます。フリーズしてます。勝田さんの方で今止まっちゃってて、まだ話せてないです。あ、そうなんだ、うん、メールだけで。すごくいい先生だから、ね、うん、うん、
本当に若い人を応援してくれる先生で、私がダイエットをした時に、うん、お世話になってた病院があるんですけど、うん、そこの先生をそのキングオブタトゥーの、うん、ところに紹介したんですよ、うんうんうん、で元々整形美容整形をやってるのでタトゥーとかって絶対絡みあるじゃないですか、なのでいいかなと思ったんですよ。ケースマンに行ったりとかね、うん、そうそうそう、まあ、ケースだけじゃなくて結局そういうね、アレルゲンとかもちゃんと調べるようなできるので、キングオブタトゥーがね、ちょっといろいろトラブルがあって、今一旦キングオブタトゥー自体が止まっちゃったから一回は紹介しますよっていう話はしたんだけど、まだ待ってっていう話で、でだから連絡しましょうっていう話にはなってるんだけど、まだ決まってなくて連絡できてない感じです。でも本当にすごくいい先生なので、まだ若い先生なんですよ、私よりも若いんで、多分そういうタトゥーとかっていうことにも、なんだろう、年寄りだと多分「って入れ墨じゃんって思うじゃん、うん、じゃなくて体にいい悪いとかそういうのちゃんと考えてくれる先生なので、へー、うん、そうそう、方針先生、名字なんだっけ私方針クリニックなんですよね、うん、名前なのそれが、方針っていうのが名前なの、本当に なんとか方針、そうそうそう、へえ、でその先生はすごくいい先生なんですよ。そうなんだ、うん、だから本当にもしイベントに絡めるんであれば絡んでほしいなっていうのがありつつ、あれじゃあ、いつの10月がいいのかな、10月で連休、10月の連休じゃなければ、連休以外だったらであれば多分大丈夫、何時、これから打ち合わせなので決められるんで、体育の日を挟まなかったら、やったら大丈夫よね、うん、体育の日含んだ3日連休がもう毎年恒例だ、これからちょっと打ち合わせをするので、じゃあもう10月の9日から13日を逃してくれれば大丈夫、9日から13日を逃してくれれば、しかもね、その時は私も半世紀なんですよ、生まれて、おー、そうだよね、今年だってドラムちゃんなんかやろうとしてたもんね、そう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 、リリースしちゃってるけど、うん、そう、それはやりたいんです、あ、成瀬さんがね、今度の日曜日もドラミさん行くよ、仕事終わってから、ありがとう、うん、そう、LINE でもメッセージいただいててありがとうございます。なんかね、10月はね、ランさんが還暦じゃない、うんうんうん、で、ランさんとうちのあけみちゃんね、あけみちゃんが還暦なので還暦祝いっていう、同い年なんだ、そう、同い年だもん、どんだけあの子若く見えてんの、ね、えすごいのびっくりしたんだけど、私が50なんですよ、半世紀、うん、で、新しく入ってくる女の子も今年40なので、うん、なんかこう40、50、60時代な、そうそう、あ、やっぱりそれ、奈々ちゃんがほら校内歌ってるその3人が還暦や、還暦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 の歌を、還暦じゃなくて、なんとかずで3人なんかすごいよね、3人で後ろで40、50、60、喜んでる、そう、面白いよね、だからそれを奈々ちゃんのさっきの校内の校内の歌、ランさんにお祝いで歌います、校内の歌、ランさんは出演するってもう確定になってるので、へー、であとは箱なんだけど、箱も、うん、もう、楽園にしようかなって、下北沢の、うん、楽園っていうのは実は私初めてお芝居をやらせていただいた時に立った箱で250くらい入るかな、大谷劇場だっけ、本田劇場、本田劇場か、そう、の系列なんだけど、系列で、お年寄りにぜひやってほしいって言って楽園っていう名前をつけたらしいんですけど、当時お年寄りは全然やってなくって、そう、でちょうどいいじゃん今回ね、40、50、60でヨコちゃんの企画で出した芝居っていうのがお年寄りがやるからいいって言って、そのイベントの主催者がもうその劇場の趣旨に合ってるって採用していただいたんですが、まあね、1人消え、2人消えっていう話だったんでね、そうなんだ、まあね、前回はね、うん、だけどそれで毎回そうじゃん、私がやるときって、うん、結局さ、もうやりたいとかって手を挙げてる人がいるんだけど、でもレッスンが厳しかったりとか、あ、これはちょっととかって言ってだんだんいなくなっちゃう、レッスン厳しいの、レッスンが厳しいってか、スケジュール的にね、
やっぱこの日に来てもらわないとってあるじゃないですか、うん、練習したりとか。芝居ってなるとね、歌と違うわけよ。芝居を本当やっぱみんなで合わせなきゃいけないから、ああ、週に何回かみんなで練習って歌だけだったら、その場に。ちょうど還暦の話が出たから、ちょっと告知奈々ちゃんも入れようか。はい、あ、そうだね、1個。そうだね。はい。はい。蘭さんが今年で60歳。還暦ですね。還暦になります。うん、で、そのお祝いを、横浜銀杯でやるのですが、うん、4月の17日。うん、ランさんの誕生日は良い子の日、4月15日なんですけど、うん、その2日後、4月17日金曜日に、うん、新横浜ニューサイドビーチっていう、あの旧サンフォニックホール、うん、あ、名前変わったんだ。そうそうそう、変わった、オーナーが変わった。あ、そうなんだ。そう、まあ、横浜アリーナの下の、うん、横浜アリーナの1階にある、側面、うん、そうそう、の、まあ、すごい結構でかい箱なんですけども、そこで横浜銀杯でライブを、うん、あ、横浜銀杯でやるんだ。そう、そうなの、ランさんの還暦祝いで、うん、でもうチケットがもう前売り出てるのかな、これはもう前売り、昨日ぐらいかなんか出てたよね、なんかね、うん、で前売りが6,000円、はい、当日7,000円です、うん、でこれは前売り多分ね、ランレコードに連絡だった気がする。一応なんか電話番号入ってて、で今画面上に出てます、出してあります、うん、あ、本当、はい、あ、本当、じゃあそのフライヤーが出てるはずなので、銀友会のファンクラブのあれで、あ、そう、多分でもそれね、ファンクラブの先行チケットの予約だったかもしれない。ああ、そうかもしれないね、じゃあまだ、はい、確かそうかもしれない。17日金曜日、9時半、6時か、そう、18時オープン、19時スタートなんです。ね、ちょっとね、平日絶対間に合わないけど、お祝いだから行きたいな。そうだよね、絶対間に合わないよ、絶対もう確証、もう本当絶対間に合わない、ね、マジ間に合わないけど、でも行きたい。あれ、17日金曜日って 第2金曜とかじゃない？まあそれはもしそうだとしたらネットテレビ休みですよ。うん、うん、そうだね、お休みだね。そこでやったらランさんにダメでしょ。そうだよね、遅れてもそっち行こうよ。え、第3金曜、第3、第3、ドラミちゃんの番組の日、第4だよね、第4、俺らいないじゃん、第4は、郡山だよ。あ、そうなんだ、うん、長距離、もう第4金曜日はいない、第3は、よろしくお願いします。無言で、で、第2は入れれば、第2か第4のどちらか入れればになってるから、17、俺トラックでもう現地行っちゃおうかなと思ってるから、10トン番長止めで。第3金曜日すごいね、サンフォニックホールにトラック番長止めで、あそこでも道広いから、ね、そう、完全に防災がね、うん、あそこ道広いからな、ね、初めてじゃない、ランさんたちに初めて見られるじゃない、上のトラックで来やがったのバカって言われたよね、ダメ。トラック来たかどうかは見れない、見れないよね、外出れないもん、ね、楽屋から、うん、じゃあサイン書いてもらえないね、箱にね。後ろに書いてほしくてしょうがないんだよ、ランさんと翔さんに。あ、それは言えば書いてない、ね、ずっと言ってたんだよね、あの箱後ろに翔ランって右左に書いてほしいっつって、翔、うんうん、さんは会ったことないな、私。あ、そうなんだ、うん、すごいいい人で、翔さんも。そうなんだ、熱い人。ですね、ちょっとね、トイレに行きたいんだけど、行ってきていい？飲みすぎ。番組中にトイレ？ありえないよね。ねっていうかさ、もう1時間経ってんじゃない？うん。本当だ、1時間半になってるよ。いや、まあ今日は誕生会だからね。なんか、成瀬さんが、奈々ちゃんチケット取っていくからって。え、どれ？あ、これ？これ？還暦？還暦？還暦？どっちだろう？奈々さん還暦よ。奈々さんの還暦祝いの方。もしかしたら毛布の方かもしれない。毛布も来て。毛布は行かなきゃね。成瀬さん、うん、やっぱり解禁賞、解禁賞狙わなきゃ、うん、で、ドラミサービスもらわなきゃ。ドラミサービスっていうか違うよ、だからそのなんか違う意味に聞こえる、テイムスのやるランさんと、あけみちゃんの還暦か、私勝手にプラス自分の半世紀祝いのライブにご招待、まあ、招待 か、まあ、チケットの値段によるんだけど、割引か、そっかそっか、まあ、2000引きぐらい、だからもしかしたら2000円より安かったら招待。おーおお、うん、安かったいいね。あれだってチケット代だってまだ決めてないもん。
もしかしたらさ、ランさん出るから5000円ぐらいでやっちゃおうぜってなるそうだよね。さらに2000引きそんな感じ。怖いね、6000円とか5000円って怖いね、チケット。いやでもさ、場所が狭いから。あ、でもそうだよね、うちがランさん呼んだ時3500円前売りで当日ね、4500円とかだったもん。場所が狭くて入れないから、それ安くやっちゃうと、きしきちゃって、またさ、またさ、BA さんに、なんでそういうこと分かんないんですかって言われちゃうかもしれないから。それはうちだから。あ、成瀬さんがね、ちょっと待ってよかれと思ってよ、会計書してないのに。会計書してないよ、だから。だから、毛布で会計書。そう、毛布で会計書したら、だから、もう船解禁書してくれたら。じゃああれだよね、ゆっこさんのね、イベントでも解禁するね、そうそうそう、今年ね、10月1回しかないけど、1回しかないけど、1回解禁書だよ。じゃあもう1回ぐらいなんか入れようよ。どこだ、もしかしたら、毛布、毛布の、あ、番組でなんか、毎年テレビ行かなんか、こうね、ね、あ、なんかどっかでやろうか、うん、夏ぐらいでね。あ、そうだよ、だって違うよ、あの飲み屋さんでやろうっすよ。やろうやろう、だから多分3ヶ月に1回ぐらいやろうよ、公開収録。あ、それもやってプラスアルファあれでしょ、長野だっけ、長野も行くんだよね。え、長野何、長野じゃない、別荘、別荘、別荘はでもごめん、全員は無理だよ。あれ長野から、あ、そうか、長野から配信しますって。だからさ、うち来る、うちもそうですよ、うちもうちから配信しますってだけです。あ、でも逆にさ、あれじゃない、長野で、うん、あの菓子祭りとぶつけて菓子祭りに呼んで菓子祭りやるじゃん。あ、それもあるんだよね。あの、またちょっとステージ、ね、今年こそはちゃんと作ろうよ、ゆっこちゃんもいるしさ、うん、ねえ、そうだよ、ね、ちゃんと作ろうよ、ステージを、うん、そう、レンゲに言ってね、うん、だから逆に金払ってでも場所作ろうよ。いいから、あそこじゃなくてどっかにちょっとこう、ほらお店出してたところじゃん、うん、あれみたいな感じでどっか やりたいね。ね、やりたい、うん、そうだね、プロデューサー2人揃ってんだよ。成瀬さんがバーテン呼んで、バーテンで呼んでって。バーテン、あ、こないだ言ってたよね。できんの、あのガールズバードラミにするって言って。ああ、じゃあ触れるんだ、じゃあバーテンで役。やっぱりガールズ、あのガールズバーじゃなくてスナックドラミになりそうなんだけど。っていうのはなぜかというと、ガールズバーそうか、それも決めないといけないんだね。料理が出せないから、ゆっこちゃんが料理を出せない。じゃあ奈々ちゃん今日誕生日でさ、明日なんもないさ、ゆっこちゃんじゃ遊び行こうか今日。おお、いいよ、いいよ、マジっすか。で、ドラミちゃん返さないっちゅうのどう、ゆっこちゃんが。別に家に連絡すればいいから。いいの、旦那って。ちょっと明日は3時から明後日の練習をするので、一回家に帰ってシャワー浴びて行きたい。明日実は全員休みなんだよね。あ、そうだった。トイレに行ってきていい。私、そうだよ、明日仕事なので、ちょっと朝は早いんだけど、鍵だけ預けとくよ。逆に、うん、あ、トイレ行った、トイレ行った。じゃあ、奈々ちゃん変わった話して。うん。今何分？もうそろそろ時半だね。あ、もうそろそろ、いつも終わる時間だよ。そうだよ、ね、あと3分だよ。いないで終わるのやめてね。じゃあ早く戻ってこいよ。じゃあ奈々ちゃん、あの、今月のシャチホコのポーズしてるじゃん。そうです。2時間ぐらいこれから告知しよう。はい、はい、それではですね、今月1回目の、あ、今月1回目、今年入って1回目のミュージックレッドゾーンですが、1月の27日にやります、第4火曜日、うん、はい、で場所はいつものところ渋谷バービアだって、渋谷バーシルティです。でこの日はですね、私の時間がねちょっと長いの、ワンマンライブだからね。ワンマンとまではいかないけど、いやいやいや、メインライブだよ。マジで、ナナちゃんとスペシャルゲストしかライブしないから。マジで。頑張れ。どうしよう。どうしようかな。なんか枠が30分ぐらいなんかもらってて、歌います。え、奈々ちゃんあれでしょ、あの集客チケットノルマ出演料30枚だよ。あ、さっきの20枚に対して30枚だよ。シフティ30に入るか。入る入る入る。多分みんなこうだよね。30に入っちゃったら、うん、あそこでも来すぎてもね、空気悪くなるから嫌なんだよ ね、 うん、ね、換気がねちゃんとしてないから。そうなんだ、確かにそれはあるの、うん、みんなでタバコ吸い出しちゃったら、あそこもね、前の焼肉やった時そうだったもんね。そう、
今回みんなで分をホットケーキとか焼こうかなと思ったんだけど、人がこうなった時にもう焼けなくなる、呼吸できなくて外出るようになるから、しかも怪我人でそうだね。一回すごかったもんね、酸素なくなってみんなで上がってって酸素吸いに行ったからね、交代でね人入りすぎて、え、どこ、シフティで昔イベントやった時に人入りすぎたら酸欠しちゃってみんなで上まで上がってくるんですよ。あそこさ換気悪いよね。換気悪い、換気ないもんだって。それだけは悪い、うん、だってあそこエアコンだけだもんね、換気ね、うんうん、友達が来てくれた時に、うん、タバコをみんな吸うじゃないですか、で換気が悪いからタバコの匂いがきついっていうのはやっぱあって、うん、やっぱね、レンゲさん呼んでる時のイベントみたいに禁煙にすればいいんだよね、やっぱね、うんうん、呼びづらいんですよ、私は、うん、私の友達結構タバコ吸わない。あ、じゃあ禁煙にしよう、もう今年から、今年から室内禁煙にしよう。あ、うちらのイベントは吸っちゃいけません、吸う人は外行ってくださいって、うんうん、あ、それかあのエントランスで外出てもらって吸ってもらうか、階段のところに灰皿あるから、うん、灰皿あるもんね、そうしようか、うん、ね、喫煙所を作りましょう、うん、じゃあそうするとちょっと呼びやすい。前までね、レンゲさんがいた時はやっぱあの灰があれだからっていうので、うん、全員禁煙にしてた、ね、灰が悪いの、うん、あの事故で臓器は全部ないから、タバコの煙がダメだからっていうので、だからうちのおふくろもそうだけど、タバコの煙で死んじゃうから、だからうちのおふくろも今倒れて入院してて、この間病院行って2度目の倒れで医者に言われたのが、タバコがダメなんですよね、息子さんの多分タバコの煙だと思いますって言われたからね、だからもう本当はやっぱね、吸ってる人よりも自動規制、その煙の方がダメなんだってね、あ、副流煙、自分で吸うよりも周りの、吸ってる人はフィルターを通してるけど、副流煙はフィルターを通してない煙だから、ね、うん、よくないんですよ。心筋梗塞とか持ってる人はそれが原因で止まっちゃうらしい。そうなんだ、うん、やばいらしい。気をつけようか、ね、俺もそれ聞いて、ね、あーって禁煙にしましょう、今年から、ね、じゃあ喫煙所を作ろう、うん、そしたらゆっこちゃんもね、気持ちよく、うん、ね、こうやってケーキ持ってきてくれるだろうしね、シフティーで、ね、いいね、食べ物をね、ほんとね、心臓痛くなるんだよね。心臓の前にゆっこちゃんが言ってたのは、うん、みんな歌い手さんなのにみんな吸うんだねって言って歌い手さんって吸わない人多いじゃないですか。吸わないよね、普通はやめるよね、うん、ただ、でも、ね、歌い手さんの中でわざと声を潰したい人は、ね、あ、翔さんみたいに、翔さんっていうか、私の中でミスロイバレだったんだけど、あ、そうなの、あの人は声を潰すためにわざと、え、そうなんだ、なんか知らないけど、あの、うん、要はあのなんか聞くよね、うん、あのね、子供の頃の歌の声とずっと変わらなくって、うん、それをそれだとあの、うん、な、王将だっけ、王将、王将だ、王将は、将ラーメン屋さんだよ、うん、競馬飛ぶようなってあったじゃん、将棋の駒に行ってあったじゃん、あれを歌うために、王将だよ、王将だよね、やっぱりね、あれを歌うために、王将っていう曲がある、うん、あれを歌うために、うん、そのままの声じゃダメだって言って、やっぱ声を潰したらしいんだよ、ね、確か王将だったって、すごいね、そうなんだ、木とかさ、出てた時代の競馬を飛ぶような将棋の駒に歌がって調べちゃった、確かそうだ、確かその辺を歌うために、なんかあのあの人はさ、別格じゃん、別格だけど、でもやっぱり若い頃から歌ってるっていうのはあるよね、絶対ね、そこで、あ、そのまま言ったら、なんかほら松田聖子じゃないけど、可愛い声のままいたかもしれないんだけど、それをもっといろんな歌を歌いたいっつって声潰したんだよ、あの人、うん、そうなんだ、わざわざ、うん、それはなんか美空ひばりの死んだ後のなんかこう番組でやってた、へー、うん、さあさあ、じゃあそろそろ奈々ちゃん、うん、時間も時間なんで、ね、また電車なくなっちゃうからね、え、え、帰るの、あ、ここでにする、ここででもいいよ別に、でもゆっこちゃんとか帰、うん、ゆっこちゃん家の方がいいんじゃないの、私は帰るよ、あ、じゃあ帰るっていうか、私違う、こっからの方が、あ、どっち、ゆっこちゃん家の方がいいか、大井町、大森なんだけど、大井町、あ、じゃあ俺らチャリンコで行けちゃうんだ、そう、行こうと思ったら行けると思う、いや、別に来てもいいけどさ、うん、今何時、10時半、10時半、じゃあ帰るか、帰れる、うん、じゃあ今度、なんかさ、24時間ラジオとかやる、ラジオテレビとかやんない、前の、人数をあの、メガネザルヤマの時やったみたいに出演できる人がいてくれれば全然回転でやるよ、だからスタートから最後まで
あの罰ゲームのように一人買ったりはいなきゃいけない。そうそうそう、そうなるんだよ、うん、前もそうだった。山それは面白いからだってその人が眠くなったら食べなきゃだから。それはでもネタがないと面白くないよね。山の時はさ、うん、あの8時間耐久マラソンやるとかってね、やったりとか、そうやったりマラソンやって、うん、なんだっけ、お芝居みたいのやって、でみんなゲストで呼んで出演させて。でも前に北海道で24時間ラジオ、ネットラジオね、やった時に、うんうん、確かに行ったよね、一人ね、あのずっと移動してる人。移動、うん、横ちゃんが、あーもうお腹空いちゃった、我慢できないって言いながらボタンがバチバチバチって弾けた。でもあれだよね、24時間テレビの時ね、山が走ってのを中継撮ったりとかね、すげえやったからね、あの時ね。あ、そうだから走ろう、ドラちゃん。この前言った、ドラミちゃん走る、私は走んないんだけど。なんだよ、この前言った、私は走ろうかな、あれも言ったの、あの LINE で、ダイエットで、LINE で、あの、ほら、ユーストリームって、パソコンの画面も出せるじゃん、うん、でそれを出しながら LINE で、いろんなね、今リアルタイムでニノさんって番組でやってたんですけど、パクリなんだけど、リアルタイムで LINE で、うん、あのグループを作って、うんうんうん、その出演者の人、うん、まあ、ここには来れない出演者の人につながって、うんうん、それを映像を送ってもらったりとか、動画を送ってもらったりとか、そういうのをやりたい。今何してますかとかさ、なんか今日はライブです、今誰が歌ってますか、ちょっと映像送ってくださいみたいな。あ、面白くね、そういうのやりたいんだよね、私。あ、そっか、そういうこともできるんだ。できるんだよ、だって LINE って動画送れるし、うん、じゃあ今度あれだね、ドラミちゃんの番組の時さ、どちらかは俺ら郡山行ってるじゃん、うん、今度あの雪があります、何やってます、あ、そうそうそう、いたずら電話しようぜ。え、電話じゃなくて LINE、 LINE、 いや俺らスカイプで電話しようよ。スカイプで電話 だと、あ、でも LINE 電話の方がいいんだ。そう、 LINE 電話じゃなくて LINE で映像いきなり送ってくるとか。でも送ってきましたって、面白いもんね、動画編集して投げちゃえばいいってことだね、うん、で、そう、その送ってきましたっていうところで来たら、あの、なんだろう、ここをいじってる人が、そのパソコンの画面、ここ教えてくれれば私にいじれるから、まあ、いや私もやってるかもしれないけど、パソコン画面に映して、今映像来ましたって、その映像を LINE のやつを流すっていうのができるから、うん、全然簡単、絶対面白いと思う。全然簡単できる、うん、ただ投げ込みはいいだけだから、うん、LINE パソコンで見れるから、うんうん、そう、その LINE パソコン画面をインスタグラムに流すっていうのをやっとけば、うん、なんか LINE が来た時にそのできるから面白いと思う、それ。ね、いろいろなんかやりたいね。いろいろちょっと今年はやろう。うん、じゃあ、でしかも、じゃあそろそろ締めようよ。大井町でちょっとフリーペーパーがあるので。ね、じゃあなんかこう今回はあの奈々ちゃんのお誕生日締めちゃっていいかな、私。うん、いや奈々ちゃんが締めようよ。あ、そう。今日は応援してくれてありがとうとかさ。ありがとうございます。しまった、うん、あのね、Facebook とかミクシーとかいろいろね、すっごい、うん、なんかすっげえメッセージ来てんの、うん、昨日の12時からずっとなんかずっと鳴りっぱなしだったんだけど、うん、後で一人一人お返ししますまで、じゃあ一人一人すんの、まとめじゃなくて、マジでこれ返さなきゃ、毎年これ一人一人にお返事しますので、ありがとうございます、本当に偉いな。ということで1月27日渋谷バーシフティでお待ちしてます。はい、その前に1月18日もしよろしければ髪を、あ、1月18日、あ、そうかそうか、ジャムライブ、うん、ジャムライブ、あの私とテームスの若手一人と、うん、あとはあの12月24日のライブ、あのファーシフトに分かると思ってて、うん、ギターで出演した方がサポートで出てくれるので、もしよろしければいらしてください。1月18日、髪を、はい、かアメリカンラフティー、スタート16時。じゃあそろそろね、締めたいでしょ、はい、だって締まんないじゃん、この2人じゃん。うち締め方ね、すごい下手くそも、はい、じゃあ締めます。で、あのまたね、次回あのいつだろう、次回は第4です、第4、ね、金曜日はあの次回からはゆっこちゃんがわざわざ次回、あの本当はドラさんっていう番組にしたかったのを、うん、風天のドラさんっていうオープニング映像を作っていただいたので、ゆっこちゃんに、なので次回から風天のドラさんです。お
新しいドラマ、ドルテンドドラさんって言いながら、まあなんかコーナー区切っていろんなコーナーを作ります。おお、はい、なんかフリートークのコーナーもあり、うん、カラオケもできるんだったらカラオケもやりたい。でも石橋さんがね、酔ってる、みんな可愛いよありがとう。それで締めれないって言われてるよ。締めたいよ。だって締めたいのにさ、2人がさ、コーナーのコーナーあり、2人とも似てるよね、奈々ちゃんとのアリちゃん。まあ置いといて、あり、こうどう締めたらいいのかな。ちょっと待って、ちょっと邪魔しないで。歌のコーナー、カラオケ歌いです。カラオケのコーナーあり、いろいろこう協賛してくれたりとか、私が勝手に行きたい大井町の店とかの、あのそっちの方マイク近いから喋ると全部入るのね。あり、そういうのを紹介するコーナーあり。まあね、ドラムちゃんの番組だからさ。じゃあ今日はナナちゃんの番組だから、ね、だからそういうのを来週、じゃあ再来週からそういうのやりたいと思ってますので、よろしくお願いします。来週は休みです。え、来週だよ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 、来週第3だよ。あれ、第2と第3、今日16でしょ、今日第3だから来週第4ね。あ、そっか、じゃあ来週だ。そう、1月2日が第1だから。そうだよね、そっか、来週です。レンちゃん23日ってことだね。23日、うん、そうです。はい、じゃあその時にまた、はい、あの皆さんお会いしましょう。はい、じゃあ、ねなちゃん最後に、はい、一言。それではまた来週。やっと閉まったよ。また見てくださいね。おやすみ。通り過ぎた時、一人残され壊れそうになる。生きてきた証、あなたの欠片、しまえる場所もなく、今はただ受け止めるだけ、締め付ける心を抑え、締め付ける心を抑え
さえ
締め付ける